川崎重工が電磁式カタパルト動力源として大容量電池を提案しているとの情報をキャッチしました。今回は日本の空母事情とこの川崎重工が開発した電磁式カタパルト用大容量電池を詳しく見ていきますね。空母建造計画あるのかな？護衛艦ヤマト誕生かも。2023年3月中旬の3日間、千葉県千葉市の幕張メッセにおいて、DSEI Japan 2023という展示会が開催され、日本の防衛関連企業や海外の軍需企業も参加しての、防衛及びセキュリティの分野の様々な内容が展示された。この DSEI Japan という名称の展示会は、2019年に初めて開催され、2021年にも開催が予定されていたが、新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響を受けて中止され、今回2023年で2回目の実施となったものだ。DSEI Japan 2023には、開催国である日本の防衛関連企業も数多く参加を果たしているが、これらの企業は、直接的な攻撃用の兵器は展示しないという日本側の方針のもと、電子戦兵器や後方支援用の装備品の展示に止めていた。ただし、参加した海外の軍需企業の中には、直接的な攻撃兵器であるミサイル等の展示を行ったケースも散見され、展示会の開催国である日本が、こうした政治的な建前を今に至っても崩せない状況には、多少の違和感は拭えない。そもそも DSEI Japan の会場に足を踏み入れることが可能なのは、観光庁や防衛産業の関係者、並びに安全保障関連の研究に重視している人物に限定されており、内々の関係者しか直接見ることはできないようになっている。それを考慮した上で、他国に日本の防衛産業の製品が直接の攻撃に使用される兵器を実際に販売可能か否かは、日本の現行法や政治的な判断に委ねるべきものであり、展示の有無によるものではないとしか個人的には思えない。さて、そんな今回の DSEI Japan 2023だが、やはり会場でひときわ注目を集めていたのは、日本とイギリスとイタリアとで共同開発される運びとなった次期戦闘機の模型とそのプロジェクトに参加する各国の主要企業だろう。日本においてそれは三菱重工業者、IHI 社、三菱電機社などであり、イギリスは BAE システムズ社、ロールス・ロイス社、レオナルド UK 社、そしてイタリアはレオナルド社らが、そうした参加企業の代表格である。この次期戦闘機開発計画は GCAP グローバルコンバットエアープログラムと称されており、今回の DSEI Japan 2023においても、その中心を担うであろう BAE システムズ社が、盛んに第6世代機だと喧伝していた。現時点で第5世代戦闘機と呼ばれている、アメリカロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2号、その先の世代だと認識された機体は、まだ、どこにもなく、その定義も曖昧だが、キャッチフレーズには使用されている。さて、そんな GCAP、グローバルコンバットエアープログラム関連以外でも、今回の DSEI Japan 2023では、川崎重工業者が、かなり変わった展示を行っており、一部では、そのパネル展示が、非常に、大きな話題ともなった。ここで、川崎重工業者が、パネル展示を行ったのは、傘下の同社のグループ企業で、バイクやジェットスキー等を手掛けていることで、著名な川崎モータース社が開発した、ニッケル水素を用いた二次電池の、新たな用途についてである。この川崎モータース社のニッケル水素を用いた二次電池は、
製品名をギガセルと称するが、今回、川崎重工業者は DSEI ジャパン2023において、その用途として航空母艦の電磁式カタパルトの動力源とすることを提示した。航空母艦のカタパルトといえば、それらの艦艇から艦載機である機体を強制的に加速させて射出する機構であり、機体自身が自らのエンジンの出力によって発艦する場合に比して、より短い滑走距離でそれを可能とする仕組みである。また、距離的な問題に止まらず、発艦する機体に対してより、多くの燃料や兵装などを搭載した状態で発艦させることが可能となるため、機体の持つ航続距離や攻撃力を向上させる装置として、アメリカ海軍等の艦艇で運用されている。実際には、この2023年3月において、カタパルトを装備し実戦配備された航空母艦というのは、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦10隻と、ジェラルド・R・フォード、そしてフランス海軍のシャルル・ド・ゴーレの合計12隻のみである。このうち、最新鋭のジェラルド・ R・フォードは、電磁式カタパルトを装備しているが、これを除く残りの11隻の航空母艦のカタパルトは、すべて蒸気式のもので、フランスのシャルル・ド・ゴールも、アメリカからの技術供与されたものだ。蒸気式のカタパルトは、未だ、アメリカ海軍の主力である、10隻のニミッツ級航空母艦で使用されており、これまでも、中東などでの実際の戦闘で運用され、そのシステムの信頼性という点では、非常に完成度が高いことは、言うまでもない。しかし、アメリカ海軍は、こうした伝統と信頼性を誇る、蒸気式のカタパルトから、より様々な重量の機体や、同じ機体でも搭載する内容物によって、微調整が可能な電磁式のカタパルトの導入を決定、ジェラルド・ R・ フォードに搭載した。ただし、2017年に就役を迎えた、ジェラルド・ R・ フォードではあったが、電磁式のカタパルトをはじめ、初めて導入された新機軸の装備が、他にも多数あったことも影響し、事実上は、2022年までの5年間は、実稼働状態とは言えなかった。それほどまでに、他のアメリカ海軍で、すらも、実用化に、時間を必要とした、電磁式のカタパルトだが、中国海軍は、2022年6月に進水させた、同海軍3隻目の航空母艦の、福建にそれを装備すると、世界に向けて喧伝している。電磁式は言うに及ばず、カタパルトの装備自体が初となる、中国海軍の航空母艦において、それが実際に可能なのか否かは、今年2023年春先からと予想されている、福建のテストの進捗を見てからでないと、何と言い難いように思える。ちなみに、中国は、こうした、福建のような航空母艦に限らず、今後は、航空機を、運用可能な強襲揚陸艦等にも、カタパルトの搭載を推進していく方向だと見さされており、福建のテストは、それらにも、大きく影響を及ぼすだろう。それは、今後の軍事的な潮流としても、強襲揚陸艦等に、無人航空機を艦載機として運用することへの後押しとなる可能性があり、有人機よりも、はるかに軽量な無人機の艦載機化と、その運用を占う、ものとなるのかもしれない。さてアメリカ海軍の、ジェラルド・ R・ フォードだが、そこに搭載された電磁式のカタパルトは、イギリス海軍との共同開発によって、ゼネラル・アトミックス社が実用化したもので、仕組みとしては、エマルスと呼称されている。この電磁式のカタパルト、エマルスは、主として、4つの要素を持つシステムで構成されており、それは、モーター、バッテリー、コンバーター、制御システムで、その中でも、
バッテリーにはフライホイール形式が採用されている。フライホイールバッテリーとは、充電や放電を行うに際して化学反応を媒介させてそれを行う蓄電池と異なり、構造がシンプルで耐用年数が比較的長く、加えて整備性が高いことが利点として挙げられている。川崎モータース社のニッケル水素を使用するギガセルは、無論蓄電池に該当する製品であるが、すでに路面電車等への採用や各種の蓄電用の設備に実績を持ち、大容量で、かつ高速の密流放電に対応し、環境にも優しいとされている。日本で軍事用に使用されている蓄電池といえば、最新鋭の太平洋型潜水艦にも搭載されているリチウムイオン電池が思い浮かぶが、ニッケル水素電池は、これに対し、大きく重く密流放電時間も長いが、非常に低コストだと考えられる。軍事用として見た場合、コストの安さには価値はありそうだが、運用上で密流放電時間が長いというのはかなりのデメリットであり、果たして川崎重工業者が唱えるように電磁式のカタパルトの電源足りえるのかは少し疑問にも思える。